隣の選手の長所短所を教えてください。これ席決まってたの。これは何すか。いや俺これぜひジョンの言いたいんだよね。いいよ、じゃあジョンの言っていい？なんなん？いいんすか？いいよ。お前は。いやでもそんなん言われたらやっぱないからいいや。ないやねん。長所？シュウはね、こう見えてすっごい優しいっていうね。いや、どう見えてんの？後輩とかさ、俺も最初はちょっととっつきにくい感じかなとは思ってたよ。だけどすげえ優しいっていうね。で、あと全力で楽しむときは楽しめる心を持ってる。で、なんていうかな、やっぱ具体的に言うとやっぱディズニーランドでたまたまじゃあディズニーランドのとこまでで。ディズニーランド好き好きやな。そうそう、好きっていうそういうとこがあるから。ディズニーランド好きだから見えへんやろ。ディズニーランド楽しむって見えへんやろ。一番嫌いそうやろ。一番ね、のギャップがいいな。そういう楽しめる心も持ってるっていう。短所はシャイすぎるとこかな。まあね、人見知りやから。人見知りするやんちょっと。よね。長所ない？いや、おいおいおい。確かに。けど、ないよ。確かに溺愛してるからな。子供かな。うん、子供。子供溺愛してる優しいとか思っとるね。親父？意外とそういうとこある。親父、親父。いや、お前絶対もっといい長所言えると思うよ、俺の。そう。お前が言うな。全身見たけど。上から下まで見たけど。長所って見た目じゃないからね。確かに。ないだろうもう。短所しかない。短所いっぱいって言うよ。じゃあいっぱい長所。だってもう陰口えぐいやろ。絶対ダメ。これは使える。じゃあもうだからそれもダメ。使える。大丈夫。それ自分が印象や。まあこれプライバシー的に使えるわ。これは使える。一番いいの出たね。一番いい。陰口。やめろって。で次はい。陰口。春の長所何？カバン買ってくれるって言っとけよ。カバンとか。カバンとか。カバンとか急にくれる。そうやな。短所の方がやっぱ盛り上がるよね、こういうのはね。短所。付き合い悪い。あ、付き合い悪い。ドタキャン。お前だったらいいんじゃない？それやな。それ以上やな。旬の長所？これはあるよ。ある？まずもう優しいね。誰に対しても。わかる。にじみ出てるよね。で喋り方もなんか可愛い。優しい、なんかこう怒り口調がないな。そうやな。やばいんだよこいつ。おいって。もうなんか今横です。もう笑いながら言い出す。そうだ。彼が思ってるやつやから。俺が思ってる。背が高いやろ。スタイルいいやろ。特徴。長所やろ。ディズニー俺好きって言ったけど旬の方がやばいからね。アメリカとか行ってるもん。マジで長所。ディズニー好きやろ。まあディズニー好きはまあ長所やね。長所。ディズニー好きに悪いやつね。ダントツで長所。短所難しいな。こう盛り上がってるとこにあんま入っていかない。こう外から見て一人で笑ってるからね。そう。じゃあジョンのいいところだったのは優しいし、なんかなんだ。陰口。優しい。長所陰口。俺もディズニー好き。絶対そう。全力では楽しんでないからね。だから。いやシュウには負けた。シュウはこれつけれんの？俺絶対つけれん。短所ジョンなんだろう。めっちゃあるよ。言ってみる。あれ陰口すごい。ジョン言ってるイメージないけどでしょ。逆にもう言っちゃう。そうそうそう。ストレートに言っちゃうタイプだよね。